17番でイーグルがありました鶴岡花恋です。おお素晴らしい、入る、これも入った、右手を上げます鶴岡花恋。すごい、ご覧いただきましょう。いい位置にキャリーして逆転シードありますよ。今週は最低条件で単独8位以上が必要な鶴岡花恋です。メルセデスランキングが56位。運は味方してくれてますよ今のところ。先まで行けばもう位置は160ぐらいなので、さあどうか。おお完璧ですね。最高のショットを見せまして2オン成功、イーグルチャンス。いやーこの最終盤面白くなってきましたね。おととしもこの17番イーグル、これが優勝の決め手となりましたが、さあその再現なるか。逆転のシード入りへこの人です、堀琴音。どうですかね。いやー来たー堀琴音。メルセデスランキング55位から、さあシード圏内へ。鳥肌立ちました今も。気合十分、高い集中力、完璧なセカンドショットでした。いや素晴らしいです。完璧でした ね。8ヤードです。向かってくる、これも入れてきた。バンカーからスタート3ホールで2つ目。福島さん、こういうことあるんですか。すごいですね。これ距離感といい、そのピンポジションといい、はい、難しいですよね。そうですね、まあ、エッジからちょっとピンまでの距離があったのも良かったと思います、はい、9番のパー5です。490ヤード、距離の出る穴井ダラセカンド。ですね、2オン成功、しかも近い位置、イーグルチャンスにつけてきました。届いてきました。そして寄っていく、イーグルチャンス。フォローの風にも乗って届いてきました。そろそろスイッチが入るのかななんて思いながら見てたんですけど、はい、素晴らしいショットですよね。ここシンジェが取れば一気に5アンダー、はいはい、の年間女王近づいてきています。ただその前に難しいホールが残り3ホールの中で2つ。わーチャンスだ。完璧なショットを見せてきた。いいスイングでしたもんね。なん
か今日いいんですよね、ゆったりした感じ、インパクトもそんなに強すぎず、バランスがすごく良くなってますね、特に後半。アメリカツアーを終えて日本に戻ってきての国内ツアー最終戦、フレアイカのフィニッシュゴール、セカンドショットです。今日は2バーディーノーボギー、向かってきました。精度の高いアイアンショット、おお、ギャラリーが沸きました。